八火峠トンネルの十日町川高校。直近の建物は管理棟。八火峠トンネルは新潟県十日町市から南魚沼市に至る八火峠道路の両市を結ぶ延長千八百四十メートルのトンネルである。魚沼給料を横断する国道二百五十三号は、重段斜面が八パーセント以上の区間が二点四キロメートルあり、かつカーブも多い。 また、豪雪地帯のために、当期は、通行止めやタイヤチェーン着想といった、交通規制が頻繁に起こり、通勤、通学などでの利用に支障をきたすことがしばしあった。そこで、関越自動車道6日町インターチェンジと接続する、上越大沼地域振興快速道路の終点側に、当たる八火峠道路の中核部 9.7km に、 中越地方の幹線道路と位置づけようと、地元の行政などの要請を受けて2007年から工事が着手され、2017年により共用開始している。当初の計画では約 5km のトンネルを建設する予定であったが、ガス発生の危険がある西山層を避けるためルート変更が行われ、約 2.8km のトンネルを建設することとなった。施行の際、 高校のポータルに設備ができにくい構造としている。2011年7月の新潟・福島豪雨の影響で工事が一時中断。その後冬季の積雪期間にそのまま入ったため、工事が1年近くと抱いたままになっていたが、工事を再開した2012年5月に、トンネル内で天然ガスが原因の爆発事故が発生した。 事故は2012年5月24日午前10時30分頃に発生した。工事関係者から火災、爆発があったとの119番通報があり、約20分後、同市から国土交通省北陸地方整備局長岡国道事務所に連絡が入る。11時40分頃からトンネルの外で作業し、負傷した3人が相次いで近隣の病院に救急搬送された。 12時15分頃、南魚沼市消防本部と応援に駆けつけた、新潟県内の消防本部のレスキュー隊員がトンネル内に行き埋めとなった作業員救出のためにトンネル内に入るもガス濃度が高いために侵入が滞る。17時30分、南魚沼市のトンネル事故調整本部が行き埋めされた作業員4人の氏名を公表する。消防本部は救出するまでは、 昼夜休みなくやると救出活動を継続することを明言した。18時ごろに送風機によるガス拡散作業が開始された。5月27日12時15分ごろトンネル入り口から1300メートル付近で取り残された作業員4人を発見。可燃性ガスの濃度が下がったのを確認して、南魚沼市消防本部や新潟市消防局の特別高度救助隊など、 新潟県内の14の消防本部の救助隊員らが作業員4人をトンネルから救出し病院に搬送するも4人全員の死亡が確認された。6月14日、国土交通省北陸地方整備局長岡国道事務所は翌15日から機材搬入をはじめ可燃性ガスの濃度測定、分析と換気を実施するため、 南魚沼港区の高校から約1400メートル地点の霧波付近の真上の地表から直径125ミリメートルトンネル到達まで約120メートルの深さの縦穴。さらに高校から約1100メートル地点の地表から直径216ミリメートル、深さ約70メートルと2本の縦穴を新たに設けるとした。2017年11月25日に開通。 6日町側高校付近に爆発事故の荒ましを記載した名板を設置している。また、野田インター 1km 手前付近及び八海インター付近に慰霊碑を設置した。野田インター側の校内 1km ほどにわたって爆発事故により飛散した資材などでコンクリートが削られた傷跡が残っているのが車窓からも確認できる。ありがとうございます。